次探そうか。これ本当にさ、原島君政さんが分かってないのよ。原島君政さんが分かってないのに、あ、名前つながる？つながんない全然。家族を亡くす。時系列ここちょっとお父さん揃えるか。聖火ちゃんのスケジュールを聞いてます。構いませんって言ってるな。土下座します、構いませんとはならないか。お父さんそれはできません。未解決事件だなんて。これ誰？これ翔太？翔太だな。聖火ちゃんを探しに公園に行った時、この男の子を見たことがありますか？数日前にその男の子は公園から出てまっすぐ文房具店に入ったのを見ました。娘がなんであの男の子と。翔太と聖火は兄弟じゃないの？少なくとも哲郎の発言ではないよな。聖火の母、聖火は翔太の話、聖火じゃない、聖火の母は翔太の話してる？してるか。あれでも翔太くんの家族ならまあ昔からよく見てきたんでって。はあはあはあ。アポロン幼稚園か。
翔太くんも同じようによく懐いてますか。これは聖火が懐いているっていう会話の後に来るべき。うちの事務所はって言ってるから事務所の人なんだよね。事務所。ちょっと一旦一番下持っていくか。ヘルパーなんだよね。ヘルパーの事務所っぽいんだよな。一旦ここに置いとくと、ここまで来るのめんどくさいから、役所のとこ置いとこうか。ピンク色頑張るか。英語の教師の経済状況が悪化した決定的理由。これはワードから。わかんないんだよな英語教師が何者かがわかんないから、どれと紐づけていいかわかんないんだよな。養育費、これ本当に合ってんの？あれ？どれだ？公園か？聖火ちゃんはどこにいますか？今あの子はご家族と一緒です。夕食を食べさせた後連れて行ってあげました。初めてあの子と会った場所の公園の近くまで行ったら、あの子が家に帰る道を知っていました。呼び鈴を鳴らしてドアの前で親が出てくるのを待って、その短い時間の間にも私は今からでもこの子だけ置いて逃げようかと何百回も悩みました。私はこんなに情けない人間です。刑事さん、あの子を誘拐した時から後悔している今この時までずっと浅はかでした。あの子のお父さん、あの方がドアの前であの子を抱きしめてずっと泣いて、私はひざまずいて謝罪をしましたが、
あの方はむしろ倒れるように私の前で伏せて、ありがとうございますと、無事に連れてきてくれて本当にありがとうございますと言ったんです。申し訳ございません、この罪の償いをします。私が処罰されるぐらいで、あの子のご家族が感じた苦しみが消えるはずはないでしょうけど、私は一生反省して過ごします。ほう、これがだから第1回目の失踪になるのかな。これ上か。で、下ともつながる。でも聖火が死んだ日付って出てんのよ、これ。この後にもう亡くなってるのよ。ちなみにこれは日付は2月5日。ここ、どこ開ける?ここと?ここと?予備招集日欠席者リスト。これ重要?人の名前がわかるかもな。行くぞ。誕生日。別れ誕生日。曲が流れ始めた。怖い。何が起きるの。柴田健介、野原力、斉藤武。原島聖火。つながっちゃった。まあ聖火ちゃんの誕生日は分かった。443、原島、行方不明になった日付分かる?やばい、聖火の母のあれ、聖火ちゃんの誕生日がない。何のために開いたんだ。まあ名字は分かったか。ここ原島であるべきなのか。めぐみさんはあの時公園に行っていないと聞きましたが、あれ?こっちか。文房具店のおじいさんの説明が嘘だと判断できる陳述。これはもう結構いくらでもあるよな。
ちょっと日付は分かんないけど。陳述なさった内容に事実と違う部分があることが確認できました。また来られたってことはまだ解決してないようですね。普段この街で見かけない人がいたか記憶をたどってみましたが思い浮かびませんでした。普段この街で見かけない人がいたか。実は、はい、そうです。翔太くんはあの日ここに来ました。嘘をついたことは申し訳ありません。それほど重要なことじゃないと思って。重要じゃなかったら警察来ないよな。翔太くんはそんな子じゃないのに、あの子が疑いの目で見られるんじゃないかと心配していたんです。余計なおせっかいで、ご迷惑をおかけしました。すいません。翔太くんが来た時刻、そうですね、3時半過ぎだったと思います。3時33分っていうワードはあったな。入ってきた時はまあいつもと同じでした。少し急いでいるようだったので、理由を聞いたら早く戻らないといけないくらいしか言わなかったんです。いつものように飴を一袋選んだので、妹にあげる飴玉を買いに来たんだろうと思いました。妹が特にあの飴が好きなんです。口の中に入れるとおたふく風邪の子供みたいに膨らむやつです。ピンク色の飴玉。前にも言ったように翔太くんは落ち着いた子じゃないですか。ところがあんな翔太くんがあの日は不自然に飴を持ってグズグズしてました。カードの棚の前でしゃがんで、後でレジまで来て飴のお金を払ってから出て行ったんですが、私と目を合わせようとしませんでした。おかしいなと思って翔太くんが出て行ってから確認してみたら、盗んだのか。それがそのカードが1枚なくなってました。あいつ今度来たら厳しく叱ってやろうと思いながらも、一方でちょっとかわいそうだったというか、あの子がカードの棚の前で悩んでいた時の気持ちを想像するとね。繋がんないんだ。です。あ、生存確認できる陳述あるな。翔太が盗んだものが分かる陳述。ん？下か。うんうん。これであとここか。あ、出た。原島君正さん出た。名前どうすればわかんだこれ。あとこれ、家族関係証明書、聖火が行方不明になった日付。これいいの本当に。2月5日でいいの。1225、2月5日 ?3 日ですけど。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。今5って入れようとしたじゃん。3で引っかかっちゃったよ。娘がいなくなりました、公園で。3日にいなくなって、
5日にもいなくなったの。いやいやいや、2月2日だよそれ。パニック。まあいいや。ないんだ、死亡誕生日。嘘。おばさんが話したことは本当ですって言ったんでしょ。嘘はついちゃダメだよ。これなんだろうな、太陽かなんかかな。おばさんが言ったよ、嘘は良くないけど必要なものって。嘘つくこと自体が悪いわけじゃなくて、悪い嘘が悪いんだよってね。ママは天国でいつも見守ってるって言ってた。亡くなった後も僕らを見守ってくれるって言ったんだ。でもそれって嘘でしょ、天国なんかあるわけないよ。聖火はまだママが嘘をついたことさえわからない。バカみたい、ママは嘘つきだ。じゃあママも悪い人なの？今は嘘が必要な時じゃないわ。うん。この間があるんだ。一番上かこれ。いや違うな。この辺はない。ある。もう聖火ちゃんは大丈夫ですか？おばさん家に遊びに行って楽しかったと言ってました。パパに会いたいと言ったら送ってくれたそうで。早くこちらから連絡をせず申し訳ございませんでした。捜索してくださっていると知りながら考えが及ばなくて。あの方が3日目に娘を連れてきた時、私は何も聞きませんでした。おばさんち。おかしな話だと思われるでしょうが、私はただありがとうございますとしか言えませんでした。多分土下座しろと言われても、ええ、やったと思います。娘が無事に帰ってきてくれて、それでいいと思いましたから。あの子は今までもたくさん傷ついたはずなのに、そんな娘をまた傷つけてしまった自分が情けなくて申し訳ない。あの方は自首しましたか？